写真拡大。オリックス 5-1 ヤクルトオープン戦5日京セラドーム。オリックスの守護神増井博俊投手が5日ヤクルトとのオープン戦で今季初登板。9回から4番手でマウンドに上がり、カーブ、スライダーを交えるニュースタイルの投球で1回無安打無失点の好投を見せた。通算145セーブを誇る右腕が新たな投球スタイルで最終回のマウンドを占めた。4点リードの9回に今季初登板を果たすと、まずは先頭の太田を149キロの直球で中飛に。続く宮本にはスライダー、カーブで簡単に追い込むと、フルカウントからの8球目は148キロの直球で空振り三振。代打大引もスライダーで3ゴロに打ち取り試合を締めくった。昨季までは主に直球とフォークを駆使して打者を打ち取っていたが、この日は全球種を試してみたかった。それなりに手応えがあった。今日ぐらい制球できれば使えると思うと、新たな武器に手応えを感じている様子。オリックス移籍1年目の昨シーズンはメジャー挑戦した平野かことぶきに代わる守護神として35セーブを挙げるなどフル回転で活躍。今季も球界の男として期待がかかる右腕に西村監督も、初めてにしては良かったねと合格点を与えていた。橋本健吾。健吾橋本。